お疲れ様です。今日もお目ばっちりありがとうございます。今日はメイクさんの方にやってもらった。さらちゃんこんばんは、フォーエバーラブです。ありがとうございます。私もです。ホットケーキのファンレベルが急に上がりました。ありがとうございます。007さんが100回目の訪問、いやすごいですね本当に。100回もこのルームに。今日はラフな感じね。確かにちょっとだけ久しぶりな。奈美さんお久しぶりです。思いました、お久しぶりですよね。アンテナピンクゾザン、そうアンテナピンク、やっぱり髪伸びてるよ。えですよね。今日はハーフツイン、お決まりのハーフツインです。でなんかハーフツインがいろんな方向に行ってます髪の毛が。でもそれはどうでもいいんだ。今日撮影でもたらかのしんさん、そうなんです。で今日なんと今日はなんかいろいろ発表があったんですけど、なんか発表というか聞かされたことがあって、今日は10時からが楽しみですね。なんかさ、何があるんですか10時から。10時から何があるんですか。思いのほか予定早く終えられたので今日も見ます。アイラちゃんありがとうございます。アイラちゃんこんばんは。サラちゃんさん着替えてきます。ズビズバさん、あはい着替えてらっしゃいです。なんか雰囲気違う。ケスリさん白鳥のですか、どう違うんだろう、どう違いますか、どう違うんですか。発表言える範囲で、あ別に多分、あファイストテイク2回目、そんなにあの短期間で、嬉しい、楽しみですね。岩さん楽しみです。ハチンベッチさんありがとうございます。可愛い。リュウセイ先輩、おつなちゃんお疲れ様です。着替えました。さなちゃんさん好きな髪型だ。ありがとうございます。ズビズバさん。ハフチン、こう見たらわかりやすい。こう見たらわかりやすい。ファーストテイクにももこちゃん参加したよ。しんじさん、メイクちょっといつもと違う感じかな。ベッチさん、あーた確かに、あメイクさんにやってもらったので確かに違います。そう違うんです。ハーフツインは可愛いホットケーキ、ありがとうございます。ももこも一緒。ありさん、いやもうなんか嬉しいですよね。可愛いクマさん、そうクマさん可愛いでしょ。チェプっていうの、ちょっと今日のリップ塗っていきます。雰囲気違う。なんでだろう、なんでだろう。で今日あの発表されたことなんですけど、まずあのリーダー発表がありました。でなんかこれは別にあの言っていいらしくて、言って別にあの発表はしないけど別にあの言ってもいいみたいな感じで、ももこじゃないももこじゃなかった、焼きそばパンありがとうございます。カンテさんありがとうございます。ゆうゆうがリーダーでした。ハーフツイン可愛いですね、ありがとうございます。まあ大地家さん、大地家さんこんばんはです。派手100受け取ってどうぞ。ありがとうございます、ありがとうございます。パッティさん、おつなちゃんお疲れ様です。ファーストテイク一緒に見ましょう。やっち見ます、もちろんです。そうゆうゆうがリーダーで、なんかそう年上、確かにあのゆうゆうめっちゃ本当に皆さんが思ってる本当にしっかりしてるので、あのゆうゆうにも頼っていくし、あゆうゆうに任せ、まあゆうゆうにいろいろまとめてもらうところをまとめてもらったりして、でもやっぱりゆうゆう一人じゃ大変な時も絶対あるだろうから、そういうところは自分もあのしっかりサポート、そうだからそうですね、自分の役割をしっかりこう担って、そうゆうゆうなんです。かっちゃんさんこんばんは、こんばんはです。シブリアさん私が来た、ありがとうございます。メイクがピンクすぎない落ち着いた雰囲気ですね。
確かに。しかもなんか今日はちょっと羽みたいなにゃんです。今日はミクさんが今日のサナちゃんは小悪魔だねって言われたんです。だから小悪魔。ハチトムさん、おつさなちゃんお疲れ様です。そう、今日の3人でちょっと TikTok 超可愛かったな。ハチトさんありがとうございます。役職とかあるの？特に他に味あの役職はないと思います。え、なんかすごい記号みたいな。シンジさん、あ、記号じゃなかった、あ、記号か、絵文字か。今日雰囲気違って可愛いね、シルさん。え、なあ、今日雰囲気違うんですね、白鳥。なんか不思議。シルさんありがとうございます。しぶりさん、いつも小悪魔ちゃん、キャッ。何々委員長とか、シンジさん、え、でもあってほしい。やっぱそういうのがあった方があのいいんですよ、多分ことがうまく進む気がする。小悪魔さなちゃん、ベッチさん、あの前苦い思い出なんですけどちょっとなんかんっていう思い出なんですけど、あの初めてじゃない、友達の友達で喋った子がいたんですけど、なんかその子にあのなんかさなちゃんってめっちゃなんか小悪魔だよねみたいな、なんか小悪魔系女子だよねみたいな感じで点点点がつく感じで言われて、なんか あの時はちょっとあのなんでしょう、しかもみんながいる前で言われたんですよ。それがちょっとなんかびっくりした話。小悪魔さなに意地悪されてもいい、シベリアさん。リュウセ先輩、小悪魔、そしてクマのぬいぐるみ、あーんクマ、うんクマ小悪魔、お目目の感じがいつもよりお姉さんかも、シベリアさん。え、本当ですか？だから雰囲気が違うく見えるのか。ベニービーバト、こんばんは、こんばんはです。何委員長やりたい味、うーん、なでもなんかあの MC とかやりたいけど、私思ったんですよ、なんか MC をこういうのもまとめたりして、こう自分で MC を考えたりする、こう何支える側になるのもあの経験できてよかったけど、でもあのやっぱり一番自分がなんかこう出せるっていうか、はしゃげるじゃない、なんて言えばいいんだろう、なんか自分が出せるのはあのまとめる方がいて、まとめる方が MC 森先生みたいなまとめる人がいて、でこのグループの内の中でもちょっとまとめる子がいて、その中であのふざける方というか、あの本当に自由にやるのが合ってるのかなと思って、だから私は MC 委員長ではなくパフォーマンス委員長になりたいです。濡れすぎちゃった。コケティッシュな、さなちゃん、コケティッシュ、コケティッシュって何？プリカさん、久しぶりに来れてありがとうございます。今日もさなちゃんかわいいち、ありがとうございます。ね、ちょっと待って、濃すぎたからちょっと撮りますね、ちょっと待ってて。目元が特に可愛いさしさ、え、嬉しい、なんかこれからこのメイクする。かっちゃんさん、キャがかわち、やん。でもさなちゃんにはさなちゃんにしかできないことを求められてると思うけどな、伊賀さん。いや、それはすごくわかります。そうだから頑張ります。おにゃまるさん、おつさなちゃんお疲れ様です。小悪魔は褒め言葉よ、アジ。褒め言葉なんですかね。さなちゃんは小悪魔と、メモ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 、いや違うんですよ、違うんですけど、違う、今日の髪型が小悪魔なだけですよ、本当に。第一受験。ポケさん、さらちゃん今電車、仕事の帰りの電車です。お疲れ様です。小
ワクマって可愛らしいやん。ハムさんありがとうございます。まんちゃん、あ、まんちゃんの配信でコメ読まれました。キツネダオさん、え、あの長い、あ、あのガルプラに出てた子ですよね。で今あの狼ちゃんに出てる。私 TikTok とかめっちゃ見てるんですよ、まんちゃんので。まんちゃんの TikTok であのおーおーおーを踊ってたから、私も TikTok で踊ったぐらい好きなんですけど。いいな、小悪魔キャラでいっちゃうべっちさん。いや桃井ちゃん、桃井ちゃんだ。なんか今日のさんちゃんいつもより可愛いが溢れてるしんさん、うん、なんでしぶりさん、小悪魔あざといって意味だったのかな、ちょっと羨ましかったのかもよ、しぶりさん。いや私もそう、あの後で思いましたね。だからなんかごめんねってコアグモ委員長、いややめときます。全女子からの視線が怖いので。やっちです、コアグモサラさんに意地悪されていいのは、されてもいいのはやっちだけはい、わかる、イーガさん、あ、わかってくださる、うるしい。要約するとボケタンとハムさんってことです。そうだから、うん、あ、でもまとめる経験もできて本当にすごくそれはありがたい経験をさせていただいたけど、はみ出し委員長かな中さん。いやあの本当にあの今のリットムーンはもうはみ出し委員長とかもうないぐらい、みんな本気でみんなが違うんですよ、個性が。みんなもう本当にもうこう違う方向にはみ出しすぎてもう収拾つかないんで、本当にあのみんながはみ出せ委員長兼なんとかみたいな、 はみ出せだから2個持ってるみたいな感じ。2番子がリーダーのアイドルグループが増えていますから、気を使いすぎずに過ごそうですね、過ごせそうですね。アイラちゃん、2番子がリーダーのアイドル、あ、そうなんですね。え、でも本当に困ってたんです。困ってたというか、あのやっぱりみんなにあのいろんな、何、ここはこうした方がいいよとか、ここはこうやるんじゃないかなとか、そこもちょっとなんかこうしようよとか言い過ぎちゃって、ちょっとみんながあの白鳥のことを嫌になってるのではないかなと不安で、でそれであのうん、だからよかった。いや、ミミさんチラリ、あ、あ、お、早くライブ行きたいですね。行きたい、やっと来た、おつさなちゃん、テムジ、テムジパフォーマンス委員長いいですね。アジ、パフォーマンス委員長がいい、パフォーマンス委員長がいい。ノンストップ、ノンストップトーキング委員長ベニピパ、ノンストップ井上、ノンストップ井上、ノンストップ白鳥、ノンストップ白鳥。まずノンストップトーキングってなんだろう、ノンストップでトーキング。ハゲカッパさん、おつさらちゃんお疲れ様です。やっち待ってる、待ってて、パフォーマンス委員長今ならそれもありかもね、ティムジリットムーンの今後の活動をプロデュースするプロデュース委員長的なのも良き、審査、あ、あ、したい、プロデュース委員長がいい、プロデュース委員長がいい。おふざけ委員長、サナさん、ズビルバさん、でもあのみんなふざけてるんで。最終審査とデビューステージも MC の方とのやりとり良かった、コモコさん、 ありがとうございます、ありがとうございます。トさん、パフォーマンス委員長で今のサナちゃんとグループにぴったり、ありがとうございます。で、え、これ言っていいんですよ、あ、言っちゃダメかえ、ダメ、あ、ダメでした。うん、言っていいのかな、どうしよう。言っていっか、多分言って大丈夫、本当にこれ皆さん心配しないでください、これ言って大丈夫。あの新しい新曲2曲あるんです。だから
まだ曲名とかあの曲の情報は全然もう全然言わないけど、あのお前いつシンデレラプラス2曲あるんですけど、大丈夫ですよこれ、多分言って大丈夫、本当に言って大丈夫これは。ゆずトレンドに上がってるのありさん、えマジですか、ちょっと見ていいですか、出てなかった、あ、モアメタルだけ出てます、モアメタル出てる、モアメタル出てる、リオメタルさん、おつさらちお疲れ様です。メイクで雰囲気変わるんだね、ケスリーさん、え、いつもとどっちがいいですか、マッツ・ワズ・ザ・ネーム・オブ・ザ・パラベア、あ、マイル系 This is Chep、He is Chep。小悪魔的を昔はコキティッシュと言っていました、ゴンゴマさん、なら私はコキティッシュ。サシさんハート100ありがとうございます、あきまめさんこんばんはです、いいぞ今日のさなちゃん、今日はしんさん、え嬉しい、ゴンシロさんこんばんは、こんばんはです、そういうところがコマクマなのね、え、どういうところどういうところだ、パンプキンさん、パンプキンさん、パンプキンさんこんばんは。大事なことなので参加行ってきました、あ、クマパンありがとうございます、やっちやっちありがとうございます、キー、え、ね、どこまで読みましたっけ、で、それで今から運転するから垂れ流しで聞く、リオメタルさん了解でございます、ありがとうございます、小悪魔は肌黒とは違うからね、ズザン、やっと帰宅しました、キムメさんお疲れ様です、周りを見るしサポートできるしチームを引っ張れるサンサにぴったりパフォーマンス委員長、いや違う、ありがとうございます、でも本当にでもこれから改善したいこともいっぱいあるんですよ、自分自身もだし、でもまずは自分自身めっちゃ改善したいことが多いです、頑張る、収集つかないパンプキンさん、私も集中がつかないです、森を見るし、あ、これも読みました、ありがとうございます、サラちゃんもサラちゃんなりに引っ張れるところでメンバーの良いスパイスになってね、まあー、はい、アイラちゃん今あのスパイスがあのスパイに思ってなんかびっくりしたけどちゃんと読めた、ズザンハート500投げてありがとうございます、なんか今日大丈夫かな髪の毛、あ、大丈夫、ほんと7人みんな個性強すぎですよね、配信回りきれないのがもったいない、もしんじさん、もう多分運営さんは全員違う7人を選んだろうな、なんなんだなって本当に思いますね、で、あ、アニメ推しの子大ちゃん見てきていろいろとすごいよ、超おすすめパンプキさん、え、私見ようと思ってたんですよ、その教えてくださってありがとうございます、絶対見ます、推しの子、え、見る、ノンストップ井上慶吾さん、あ、私まだコメントそこか、頑張っていきます、さあノンストップ井上、生徒総会長、生徒総会前の中3とまるで同じだね、ズザン、うん、ズザン、カザさんおつかなた、おとかなた、おつたなた、お疲れ様です、カザさん、中さん、なんでプロデュース委員長じゃ以下省略、どういうことだろう、でもプロデュース委員長も良いです、すごく、青メガネさんこんばんは、こんばんはね、ハゲカップさんイベント情報ありがとうございます、ハゲカップさんありがとうございます、この27日のありがとうございます、大事なことならちゃんと本気で言えば相手に伝わるから考えすぎずにね、伊賀さんありがとうございます、とりあえず次、あやらちゃん次次情報公開どうか気をつけて、さした、はい、迷ったら言わない方がカップにさ、あ、大丈夫ですよ本当に、そう新曲が2曲あるんですけど、
激かわ、本当に可愛い2曲です。もうすっごい可愛いです。でレベル上げたみたいになるんですけど、でも本当にこんぐらいレベルを上げても初めて聞いたらえ可愛いってなるぐらい本当に可愛い2曲も今日聞かせていただいて、すごく歌うのも踊るのもすっごい楽しみです。もうみんなで楽しみだねっつって、本当にすごい楽しみです。応新曲でも本当に大丈夫、伊賀さん大丈夫です。新曲すごい、パフォーマンプロデュース委員長兼パフォーマンス委員長兼はみ出せ委員長兼 MC 委員長白鳥さな、まぶきさん、そうですね、だって7人しかいないから、あの1人で何個かを兼用していかないといけない。一気に4曲ハムさん、でも本当にあのたくさん曲を出し始めたらいろんなあのライブとかに多分出れると思うのでありがたいです。しかもデビューしたてで4曲いただけるのはすごくありがたいですね。ルカスさん、おつさなちゃんお疲れ様です。カンダさん新曲、そうカンダさんやった楽しみ、ありがとうございます。3月30日に新曲やるだろうと予想していたけど、予測していたけど外れました。新さん、でも3月30日は間に合いませんね。ベビーメタルファーストテイクは22時パンプキンさん、はい、だからちょっと22時ギリギリにならないようにちょっと終わると思います。ミニアルバム出せそうな味ですよね。早くあのあれに乗れるように、あの Spotify とか Apple Music とかに行けるように。4曲やれば1曲カバー入れてツアーできるじゃないのだ。5曲でツアーできるんですか。カペリさん、ハンディファーク突破ありがとうございます。今日のメイク好きですよ、ケイスリーさん。あ、本当ですか、うん、これから毎日こうしようかな。パンプキンかける3回、それは大事なことクマパンだからね、やっち。クマだからね、パン。あ、クマだからクマパン。ヨーロッパのミルト記念女性がコケティッシュと称賛されていましたよ。サムさん、そうなんですか、それって すごいことですよね。あ、レコパさん、はじめましてはじめまして。3月30日にリットムーンとアイドルグループであのデビューしました、白鳥、赤色担当の白鳥さなです。あのぜひこれからあのリットムーンみんなで頑張っていくので、大きくなれるように頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。ぜひフォローしてくださったら嬉しいです。スカイトンさん、おつさなちゃんお疲れ様です。バイバー。コナン見てきたハムさん、え、コナンって面白いですか、面白いですか。アイラちゃん、さなちゃんみたいに可愛いスパイいたら情報たくさん奪われても構いません奪っちゃう。さあ、すくさん、すくすくさん、すくすくさん、すくさん、こんばんは。初見さん、こんばんはです、ありがとうございます。白鳥さなと言います。3月30日にリットムーンというアイドルグループでデビューさせていただきました。もっともっと頑張っていくので、ぜひ今のうちにこうフォローしてくださって、応援してくださったら嬉しいです。4月30日での初披露できそうですか、しんさん。それはちょっと秘密なんですけど、それは楽しみすぎる、楽しみすぐる新曲。カペリンさん、そう、シルさん、レッス曲、かな、本20秒と楽しみです。中さん、どういうことだろう、本当に楽しみですよ。本、あ、そういうことか、私白鳥の真似をしてるんですね、中さん、本当にってことですね。さらちゃんがそういうのなら間違いないですよ、あれちゃん、そう、間違いないですよ。新曲も出来上がっているんだ、ゾダン、そう、出来上がってました。可愛い新曲楽しみすぎる、ベッチさん、めちゃめちゃ可愛い、本当に可愛い、本当に可愛い曲、デムジただいさえ可愛いのに可愛い曲で、また可愛い、ケンケンちゃん、ありがとうございます。デムジ、お楽しみに、皆さん、キャッ、可愛い、早く聞いて感じたい、やっち、お楽しみに、まだデビューして1週間だもん、
ホットケーキですよね。本当にそれであの曲をいただいてるのすごくありがたい。新曲もみんなで歌詞の意味を理解したりするの、ハムさん。はい、そうです。それはもうお決まり、お決まり、お決まり。お疲れ様です。ささじい、ささじい、ささじい。そう、オンライン個別お話し会がそうあるんですよ。ありがとうございます、ハゲカッパさん。16時と17時、12時から白鳥さんのあるので、ぜひまだ申し込んでないよって方、申し込んでくださったらすごく嬉しいでございます。まずはシンデレラとオマイツのサブスク配信お待ちしております。お待ちしてください。シンジさん、ありがとうございます。多くの方たちの目に留まる曲になりますように。もうすごくあの、はい、なんか、あ、でもちょっとネタバレになるんでやめてきます。これはやめとく。超可愛い曲 TikTok でバズらないかな、カペリさん。え、本当にバズりそうな感じだからバズらせます。那須がコナンの映画絶対見るってツイートしてたよ、サムさん。ちょっとな、白鳥でもね、今ね見たい映画があるんですよ。なんか何でしたっけ、あれ、オオカミ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 狩り。あのオオカミ狩りっていう映画が公開されまして、4月7日か。すごい怖いらしくて、で白鳥怖いの好きだから見に行きたいなと思ってるんですけど、時間がない。新曲を TikTok でバズらせよう、パンプキーさん。バズらせる、本当に。中さん、分かりにくくてすみません。ああ、こちらこそすみません、ありがとうございます。感謝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 。普段の映画にチャオガール出演が定番になってておき、そうなんですか、シンジさん。そうなんだ、すごい。秋頃にはミニアルバム期待しちゃうな、ズさん。頑張ります。ベッツさん、新曲のダンスも可愛い感じかな、あのなんか癖強系です。ブラックマーさん、ズさん、あにゃーん、あにょん。ブラックモアさん、こんばんはに、こんばんはに、こんばん、あ、こんばんはにか、こんばんはに、こっちだ。 MV の撮影仕事できないの、しんどいしるぞ。愛を受け取っていきました。堀内まりなちゃんがテーマ曲を歌うアニメ、アイリスギアアイリスも見なきゃ。アイリスギアアイリス、なんか聞いたことある。推しのことをギアアイリス、アイギス、アイギスか、アイギス。見てみたい。気は早いですが、いつか来るのであろうリトムのメンバー紹介曲も楽しみにしてきます、アイラちゃん。それはあのみんなめっちゃやりたがってます、本当に。狼柄にチェックします、ベッチさん、ぜひ。でもあの怖いんですよ多分、だってあの血のりが、血のりが 2.5 トン使われてるんですって。怖いやつなのぞざん。そう、訂正、アイス、アイ、アリスギアアイリス、あれ、アリスギアアイリスか、アイギスってなってた、アイリス、アイリス、アイギス。白鳥さんのお騒がかりが50人になりました、ありがとうございます。一旦運転完了、両メタルさん、お疲れ様でございます。クセ強系、中さん、そう、クセ強系。リアアギス、あ、パブキさん、ありがとうございます。リットムーンサブスク出るって言ってた、両メタルさん。あ、まだあのまだ決まってないです、全然。コナンの映画にあやかちゃん、あやかちゃん、みゆちゃん、そして今年はコナンちゃん、そうなんですか、声優参加してます、しんさん、すごい。りゅうせ先輩、さらちゃんにホラーゲームとかやってほしいです。やってみたいけど、ホラーゲームってどうやってできるんですかね。あのホラーゲームのあのできないんで、あ、でもめっちゃ、ちょっと待ってください、あの白鳥すっごい友達とハマってた、ホラーではないけど、すごい怖いけど、あのすごくクソゲーみたいなゲームがあって、
それってすごい面白いんで、ちょっと皆さんとやりたい。しかもこれオンラインで、あのお話できながらやれるやつで、友達とやってたんですけど、何のアプリだっけあれ、ドブロックスみたいな、ドブ、あのいろんなゲームがあのできるアプリって分かりますか？分かる？なんかいろんな、なんだったっけ、あの顔が迫ってくるゲームなんですけど、顔が迫ってくるゲーム、あれはちょっとホラーみたいな感じで面白いんです。え、でもあのぜひあのおすすめのスマホとかでできるホラーゲームあったら教えてください。迫ってくるゲーム、顔が追ってくる、あ、顔が追ってくるゲーム、顔が追ってくるゲーム、あ、ロブロックスっていうゲームの、ちょっとこれ本当面白いんで、これちょっとやる、配信したい、ロブロックスのこの配信したい。ちょっと待ってください、ごめんなさい、コメント読みます。マロさん、ともさらちゃん、今日も超絶かわいい、マジかわいいやん血のりが 2.5 トン、それは怖い。伊賀さん、 2.5 トンってどんぐらいだですか皆さん。1グラムが1トン。ドブロック、流星先輩、ドブロックが違う、ドブロックが芸人さんだったよかった、通じた、両メタルさん。ゲームはテレビゲーム発信だ。テレビゲームとかやってみたいんですけど、あの目が悪くなるからということで、ちっちゃい頃からゲームはしてこなかったんですね。ホラーは苦手だから、サラちゃんと映画デートできないなんて文字、全然、あの白鳥全然愉快系も見ますよ。あの例えばあのシングとか楽しい系も見る。ドブロックはあかん。ドブロックって何？ロブロックス、これロブロックスって読むんですかね、このアプリ。あ、ロブロック。ちょっともう一回入れました。顔が追ってくるやつめっちゃ気になる、慶吾さん。ちょっと早く教えたい。ドブロックあかん。え、何がダメなんですか？寝落ちしてたのは内緒です、ささじ。言ってる言ってる。カザさん、恐怖の森っていうのかな、あれ。何百万もある体験に参加。これを、顔追ってくるゲームをあの皆さんに見せながらやる配信をしたい。これすっすごい楽しいんですよ。てか皆さんと一緒にやりたいけど、すごくなんか入れれませんでした。ちょっとゲームの詳細だけ、これなんですけど、ちょっと待ってくださいね、本当にごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。あ、うまく出てこない。とりあえず次絶対白鳥超えて入れとくんで、でそれでやる。リュウセイ先輩見たいで、サラちゃんのゲーム実況、え、ちょっと本当に雑魚いんですけど、あのやります。
スモーカー PS5 ならバイオハザードの VR 版おすすめするけどな。え、すごいやりたいんですよ VR 版とか。だけど目が悪くなるからドブロックじゃなくてよかった。なんだそれ、私分かんないんですけど。ロブロックでかくれんぼのゲームはいっぱいやってた。かくれんぼのゲームやりました。中さん私も楽しい。ゲーム配信ならアリスズちゃん、アリスズちゃんコラボで配信機材持ってるから、アリスズちゃん、サラちゃんの顔が迫ってくるゲームしたいドキドキしてできてしまうかも。パンプキンさん、いやそれは大丈夫ですよ。それは恥ずかしい。ロブロックスたまに流れてくる TikTok でプレイ動画やっちゃ、え本当ですか。顔が迫ってくるやつ恐怖しかないんですけど、ゾゾ、えめっちゃ怖いですよ、叫びますもん。ニトンといえば黒猫ヤマトのトラックいっぱいの量どんぐらいだろうどの大きさのやつですか。どの大きさの黒猫1個ですか。あの黒猫のトラック1個分2500キロの血のりはすごい。え2500キロってことは象が1トンぐらいだとしたら象2トン2体半ぐらい。ドブロックはお酒、お酒なんですね。あきまみさんもしかしてだけど、何、あもしかしてだけどの人たちですよね。1トンは1リットルの牛乳パック1000本分で、1トンは1リットルの牛乳パック1000本分で、すごいですね。そんな血をどうやって、いやすごいですね本当に。サラちゃんが迫ってくるゲームはないですか。別さん、あ大丈夫です。オンラインゲーム対戦やるのささじ、えやりたいんですけどそんな機能できないんですよね。でもゾさん永遠にでも待つよ告白ホラーゲームだけど常に笑ってそう。サラさんのゲーム配信やっちゃ、はい常に笑っておりますずっと喋ってます。そう友達にも一緒にそういうゲームしてた時とか、うん、ずっと喋ってるねって言われます。ニトンはお風呂10回分の量、あって考えると少ない。ロブロックス顔から逃げるゲームって調べたら出てくるよ。中さんありがとうございます。そう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 、デスファースト森からの脱出ってのが顔迫ってくるので有名。えそれはなんかのアプリのやつですか。キャキャ言ってそうな配信になりそうな、え多分めっちゃ言います。本当に近所迷惑になるぐらい、あでも前は声を押し殺しながらやってました。本当に森からの脱出、出うわ怖い。多分これをパクったゲームですね。怖い、なんかこれ本当にトラウマになりそうなレベルで怖い。キャッ I will love to see Sana playing games by ルフケ I play gameスプラトゥーンの視聴者参観対戦とか面白い企画ですね。さたち、でも白鳥スプラトゥーンやったことないんですけど大丈夫ですか。あマリリちゃん、あマリリちゃんかマリリちゃんか、ごめんなさい頭が働いてなかったみたいですみません。マリリちゃんがゲーム配信をやってるってことですか。でも本当に関わりは一回もなかったけど、よ
のツイッターよく見てます。サマさん、ゾウは5トンぐらいありますな。え、なら 2.5 度ってそこまでか。ゾウって重いんですね。そんなに1トンはグラムで言うと10の6乗グラムです。流星先輩、わかりません、わかりません。ゾウで換算、ゾウで換算。シルさん、サラちゃんとスマブラとか桃鉄とかやりたい。桃鉄やりたい。スマブラはやったことないけど、やってみたい気持ちあるんですよ。だけどそういう機材がない。やってみたい気持ちある。桃鉄とかやりたい。桃鉄は本当にお正月桃鉄をやってました。ずっと桃鉄やりたい。でも桃鉄やってたら本当に眠くなるんですよね。トンもゾウで測る、サナちゃんの好きゴンゴンさん。え、トンもゾウで測るのは普通かと思ってました。ねじすけ先生、ハート1000個ありがとうございます。ゲーム配信ならバイオハザードが盛り上がるな。サブさん、やりたいやりたいやりたい。え、それバイオハザードってどうしたらいいんですか。でもハマったらなんか人生、あのめっちゃシルトに一個のことに本当にハマると、もうそれもうそれみたいな性格なんですよ。なんかだから好きな食べ物とかもハマったらもうそれ大好きみたいな、もうそれ食べちゃうずっとみたいな。だから小学校の時とか鳥天が大好きだったんですけど、もう鳥天も大好きみたいな、もう鳥天一本みたいな感じだったり、本当に一つのことに好きになるとそれしか見えなくなるので、ちょっと危ないけどでもやりたい。赤ちゃんなら800人くらいかな。え、赤ちゃんで例えないで、ゾウさん赤ちゃんで例えないで、怖いよ。ホラーゲームでは配信者の動画を見る専門です。だって怖いんだもの、ねずけ先生怖いんだものの後に桜がついてて面白いんですけど。でも私もよくあのゲーム実況見ます。誰のかというと、カノエイコカノエイコさんのゲーム配信を見ます。めっちゃ面白いです。パクったは言わない方が真似したくらいにして、パチムチ。わかりました、ごめんなさい。1から100人まで遊べるゲームがあるらしい。みんなでゲームするの楽しそう。患者さんやりたいけど、やりたいけどやっていいんですかね。やりたい。ササチン 2.5 トン、ササチン20人分ぐらい。なあ、そこまでの血の量じゃないですか。マリリさんはスプラトゥーン廃人ですな。あ、スプラトゥーンが大好きなんですね。作業頑張ってゾザン。あ、頑張ります。本当に作業が一番苦手です。ちっちゃい頃から作業が本当に言えないんです。白鳥逃げる系だと青鬼も有名だね。やち、え、青のりじゃない、青鬼知ってますよ。中さん、10の6乗は100万。うん、わかんないタラちゃんめっちゃか借金してそう。シェルさん、え、借金しないしない。白鳥はあの絶対借金とかを人生でしたくないと思っております。メンバーでゲーム配信も楽しそう。ベッツさん、やりたい。だけども多分メンバーでゲームする人いないと思うんですよ。100キロの人が25人で 2.5 トンだよ。どすこい。ズビルバさん、え、100キロの人が25人の血の量ってことですか。ねえ、わかんない。あの体の中が臓器とかなくて全部血だと考えて25人って考えると多いか。機材がないという表現好き機材、機材って言うんですかね。バイオハザードはぜひやってほしい。ホラーゲームの革命的作品。やりたいやりたい。シンジさん、どうやってやれるんですか。あ、特やろで遅くなりました。マジお仕事中なのにちょっとだけサラちゃんのご革命と幸せって感じ。特やろお疲れ様です。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。シュキシュキ鳥天大シュキガッチャさん、シュキシュキ鳥天大シュキでもちょっと待って、もうちょっとで終わる。55分には終わるって言って。アイラビューありがとうございます。トクヤロありがとう。トクヤロありがとうございます。
55分には絶対終わるから、あと4分喋る。たのゆかのゲーム配信面白いって有名だけど見たことない。パブキさんマジで見た方がいいです。本当面白いですよ。桃鉄の話ね、シルさん。ああそう桃鉄の話ですね。あのめっちゃします借金あと少しで終わるのに引き続きお仕事頑張りますね。今日もゆるファンサナちゃんに最強に可愛くてドキドキ、 ありがとうございます。とくやろ本当あのファイトでございます。逆転裁判面白いですね。えいごーごーえいこーごーえいこーごー楽しいですよね。水の入った1立方メートルのサイコロが1トン。水の入った1立方メートルのサイコロが1トン。なるほど。サイレントというジャパニーズホラーゲームおすすめ。サイレントというジャパニーズホラーゲーム、ちょっと調べてみます。カバー 2.5 トンらしい。カバー重い、カバー重いですね。すごくカバーってそんな重いんだ。サイレンはやばい。うなんで怖いってことですか。ジャパニーホラーゲーム、なんか怖そうなんですけど。キャッチコピーはどうあがいても絶望。いや怖い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 。でも面白そうですね。サイレンはいいゲーム。伊賀さん、あいいゲームなんですね。なるほど言われた。ハムさん、キャー、サイレンは怖いやつ。えそうなんですね。ちょっとそれが気になる。あじゃあ私の実生活にキングボンビーがついていそうですから、桃鉄は怖くないですすごいですね。味なんかそれはもうすごい。うん、サイレンのシーンは放送中止になりました。怖すぎてですか。しんさん、今日の髪型いいね。少女感も大人感もどっちもある感じって。え嬉しい。怖くもあるってこと。嬉しい。毎日この髪型にしちゃう。ではそれではスクショタイムからいきます。皆さん今日もありがとうございます。スクショタイムから、せーの、はい、後ろからはって言いたい龍瀬先輩。えもうそのまま失神します。ゾンビの体の中にあえてゾンビの視点で主人公見たりするゲームなんよサイレン私ゾンビ系大好きなんですよ。ちょっとやりたいな。はい、ではこの男女の方々読んでいきます。1位ゾザンありがとうございます。2位ヤッチありがとうございます。3位かっちゃんさんありがとうございます。4位にゆずすけ先生ありがとうございます。5位さくらさんありがとうございます。6位さちさんありがとうございます。7位とこやろありがとうございます。8位かんたさんありがとうございます。9位さいりゅうさんありがとうございます。10位はげかっぱさんありがとうございます。11位だいちゃんさんありがとうございます。12位ハムさんありがとうございます。13位マシュマロさくらさんありがとうございます。14位ネオファイブさんありがとうございます。15位カペリンさんありがとうございます。16位サムさんありがとうございます。17位アナグマさんありがとうございます。18位ティムジーありがとうございます。19位ホットケーキありがとうございます。20位マグルジャンさんありがとうございます。お疲れ様です。白熊になりたいかっちゃんさん、あいー
残念ながら。嬉しいけど落ち着かないこの順位。やっちやっちやっち。はい、今日もありがとうございます。これからベビメタレッツゴーレッツゴーしましょう皆さん。せーのポン。ハーフツインなのに今頃気がついた。ササジ今頃ですか。ササジハーフツインなんですよ。22時。絶対泣く自信あるですよね。おやすみなさい。またぬん。またぬん。おやすみ。バイバーイ。